エ,ルトズエジプト観光・考古省は2日、首都カイロ近郊のギザにあるクフ王のピラミッド内部で通路のような空間を発見したと発表しました見つかったのは奥行きおよそ9メートル、幅およそ2メートルの空間でピラミッドの北側にある内部に通じる入り口の上部に位置しているということです。調査は2015年に始まり エジプトに加え日本の研究者らも参加した国際チームが空間の存在を実証しましたエジプトの著名な考古学者は今世紀最大の発見だと強調した上でピラミッドの秘密の解明につながると期待を寄せています